今から7番に乗ります。まずファミリーマートが、まあこれ台湾と一緒ですね。チェンジャーで、ここがすごい。これもう映画、中国映画に出てきそうなこの感じです。じゃじゃーん。うおー、初大陸、初中国です。ファミリーマートがあって、マクドナルドがあって、お茶屋さん、タピオカミルクティーかな。あー、もう目の前だ。あ、でもこれ2番、7番に行かないとダメだ。7番、ここ2番ですね。7番どこだ。やべ、動画撮ってる暇ないぞ。7番、ここじゃない、ここじゃない、7番、間違えました。7番はどこだ。7番、合ってました。この中に7番口があります。じゃあチケット買います。うわー、大変だ、いろいろ。今まずどこだ、場所がわからん。どうにかチケット買いました。また入り口でセキュリティチェックがあって、バッグだけチェックがありました。ボディチェックはなしです。そしてなんかエールフランスかどこかの CA さんを手伝って助けました。いやー、綺麗だったな。来たかな、来たかな、どっちかわからないかな。あ、こっちだ。こっち行きます。こっちです。ファームールってとこに行きます。今ロンヤンルーにいます。こっからファームールってとこに行きます。ロンヤンルー出站的乘客请手取车票第一次通过闸机验票。あ、結構広い、結構広いです。ここに行きます。1番出てすぐです。どうやって出るんだろう、入れるんだろう。こっちか。あ、もうシングルチケットは入れるだけで大丈夫です。じゃあ1番口、あれ、あ、やった、1番口もつながってます、つながってます。いや、忙しいな。やっぱ慣れないところだとすごい不安ですよね。だから今からここに行って友達とお茶します。会えるかな。いやー、うわ、めっちゃ綺麗。何これ、うわ、めっちゃ綺麗。何これ、さっきまでのとこと全然雰囲気違います。高級デパートの地下街に来たみたいな。どこだろう、